ヤバタニエン。はい、こんにちはスレトルトと申します。今回はね、ヤバタニエンという、とてもヤバタニエンなゲームをやっていきたいと思います。えー、俺がね、リクエストを受けるゲームの中で一番多いんじゃないかな。とても難しいゲームという噂を聞いてたので、ちょっと今まで避けてたんですが、えー、このヤバタニエンに挑戦してみたいと思います。スイッチのソフトですね、今。えー、ヤバタニエンっていうゲームと、 この、滅ヤバタニエンっていう続編があるらしいんだけど、まあ、今回はヤバタニエンの方からやっていきましょう。まあ、簡単に説明しますと、まあ、少女、今にも死にそうな少女たちを救う脱出ゲームのようなものらしいですね。ヤバッヤバタニエンヤバタニエンヤバタニエンのお茶漬けやっていきます。えー、屋敷を探索して脱出してください。操作性説明は読みましょう。えー、エルスティックでカーソルを移動。うん。 えーえー、カーソルを調べたいものに合わせてから A で、えー、調べる、拾う、動かす、移動するアイテムを使うと。で、アイテムの選択は左で、ZL と L でできんのかなはい。間違ったアイテムを使用しても何も起こりません。うん。アイテムの処置は4つまで。一部のアイテムは元の場所に置くことができます。まあ、これ4つまで持てるっていうのはさ、逆に言えば順番がとても大事そうだよね。 えー、カーソルは方向ボタンに対応してますが、プラスでメニューが開きます。えー、あ、これ。これがね、ヤバタニーを難しくしてる特徴なんですけど、ステップっていうのが右下にあるじゃないですか。で、移動や特定の行動でステップが増加してって、えー、女の子たちがそのステップが増加していくと、まあ、ピンチ度がどんどん上がってて、死んじゃうと、えー。2、4、6、8人いるんだな。ステップが増加することで周囲の、えー、状況が変化します。とんでもない状況になってんな。 えー、一定のステップでヒントゲージが溜まります。え、なにそれ右上かうん、右上になんかあるな。ゲージが溜まると、えー、っと、X キーでヒント箱が落ちてきます。これは役に立ちそうだな。ヒント箱が落ちる部屋は限られています。あなたの行動次第でエンディングは分岐します。なるほど。 じゃあ行きましょうか。ここに8人の少女を救わ、ええー、捕まって殺されそうなので、俺がヒーローとなって助けに行くということで。まあ、1周目はね、えー、全員救うことは100%不可能なので、ま、いろいろ試しながらやっていこうかな。なんかいろいろこれブロックとか落ちたりしてるけど。うおー銀色の鍵、ゲットしましたよ。これはカーソルをここに合わせてこれで開くのかな ステップが動いたなぁ、右。まだ女の子たち死んでないよね。これエレベーターかなぁ。バイオハザード式のエレベーターですね。うーん、でもまだ1階から探索しようかな。じゃ、ちょっと右から行きましょう。ほー、冷蔵庫があって、氷漬けの鍵があると。氷の塊を取得する。でもアイテム欄もね、圧迫しますからね。まだこれ持っといても仕方ないかなぁ。あ なるほどこれ鍵が氷の中にあるからこ、コードを抜いて、この電源コードを抜いて、ステップが立てば、この氷が溶けるってことなんじゃないかなぁ。でもこれめちゃくちゃな氷だからさ、一晩ぐらい立たないと溶けなそうにも見えるけどね。コナン、コこンなんじゃない金代一のトリックやりましたよね。えー、っと、何か入れるバッテリーのようなものがあって、これ紐がピーンとなってる。右行きます。なんだこれは。 んー、謎の金の箱があって、何かが流れ込むところがある。お湯とかが流れ込むのかなで、これ色変わるね。今はやめとこうか。何のヒントもないもんね。このボタン押してもダメです。じゃあ一階の右の探索は終了。左行きましょう。一個一個一個。ここにもあるなぁ。なんかここに記号があるけど。これは何電話ステップが立った。ええ なんだろ、これ、電話線が切られてるっていう感じかな。まあ、ここ、1回の探索はこれで終わりです。2回行きましょう。花の数が増えたね。右から。映写機。うーん、ここになんか、えー、カーソルが強制的に合うので、何かここに、プレパラート的なものをかませば、フィルムとか、ここに何かが浮かび上がりそうですね。右行きます。 なんだこれ。これ下のバッテリーかなうん。なんかコードがそれっぽいな。下のバッテリーのところに入れたら、これが使えるようになりそうですね。右行きます。ああこれどれだこの金、金髪の白のドレスのお嬢さんみたいな。ツインテルだからこの子がな、救いてえな。この子を救うには、これでおろすしかないか。うん、覚えた。うん、覚えた。 多分救えないだろうね、俺この子。うーん <laughs>。お、なんだこれ。そもそもこれがなんなのかわかんないな。ステップ立つね。上に行ったり、真ん中に降りて、下に行って、上に行く。めっちゃステップかかんだけど、下にしようか。もったいねえな。なんか意味あんのかなぁ。右。よく見たらここにもコードあるなぁ。 ステップ立つからなぁ。あんまり行動しない方がいいんだろうな。3回行きまーす。右。うーわ。女の子大ピンチだなぁ。これ、一番初めに入り口入ったとこの、なんか鍵穴に似てるから、赤色の鍵があんのかなぁ。これ、これを動かすとさ、ウィーンって絶対なるよね。先左見ようか。なにこれ。おこれ、さっきあった。 窓を開けることによって、風力発電が回って、待って、2階の下行ってみていいんなんか、えなんかライト、あ、ライトだライトついてるね。え、ね、どこに合わせるんだろう下かなやっぱり。ステンドガラスに浴びせられると、 ちょっと下見て見に行こうか。え全然関係ねえじゃん。全然関係ねえじゃん。うーん、わかんない。待ってこれ、ヒントパネルが使えんじゃないこの右上の黄色いとこ。ほ、はい、使ってみようか。受付の電話はどこかにあるコキに繋がっている。出ないねじゃあ、とりあえずは、いいってことかな。 うーん。うん、下関係ないっぽいから、とりあえずこっちにしとくか。うん、これもよくわかんないですね。うん、救えない。とりあえずなんか、何か事件が起きてないとステップはある程度かかってもいいのかなやるか。絶対これウィーンってなるよな。あー、これこうなったらステップもうめっちゃ大事だよね。絶対下に降りてくるもんね。 この赤の鍵を見つけて、この子を救えってことだろうな右行けない。触れない。上だなえー、っと、ここ、合うね。ねじ回しが必要だ。缶抜き。これ缶抜き使えないかなおおお、やばい缶抜きを。おおかましたえこれは でも、鍵ないしなぁ。あー、ダメ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 。缶抜きかましたから、これ時間あるから大丈夫ってことかな右。えあれこっちもあるな腐った板を取得する。えぇ、ー。まぁ、あ、一応持っとくか。R-SON。助ける。いいの、助けて。なんか、なんか持ってるな大丈夫かな <laughs> ちょっと。<laughs> そういうことか。 右に手になんか持ってたよね。これを放すと、下にいる女の子になんか重い何かが落ちてきてみたいな。えー、あの子死んだんじゃないなんか紐の子。うわ、やっちまったよく右手だけで支えてたなぁ。まあ、でも一人作ったよね。ゼロ人、ゼロ人もあるかなって。このゲームね、あの難易度としては、マジで最強ランクって書かれてたんだよね。どんな脱出ゲームよりもむずいぐらいの感覚で、 一周目で解くことは、えー、100%無理って書かれてたんですよ。なのでやりたくなかったんだけど、まだ生きてるかな。あにじましじ。これちょっと使いましょうか。やっちまったなぁ。もうちょっと考えるべきだったなー何か持ってんの。とりあえず一回作ってみるか、みたいな。赤い鍵 ま、今死んだのかなマジかえー、赤い鍵あるよあ <laughs> まあま、死者をね、あのー、冒涜することをなんとか止めましたね。いやー、ちょっと動いてんじゃん。え、こんな死後硬直みたいな、なんだよ。もう、即死ですよ、これ完全に。えー、なんだ、行って、行って間に合わなかったのかなこれさ、腐った板みたいなのもあるよね。これ、はまらない。 腐った板いやー、缶抜きの方だよね。腐った板だったらもっと早めに戻せる。とりあえず一回置いていくか。えー、ちょっとショック。なんか救えそう感あったんだけどなぁ。なんだこいつ。えーえー、はあ、なんか黄色のやつが出てるなこのゾンビが、なんか、 このランプとかをうまくやると色とかが分かってると出てくるってことか。ま、ゾンビ出てきたら俺がピンチになるだけじゃねえってちょっと思うんだけど。階段。ソーラーパネルがあるなぁ。なんか4つ明かりがあって。うん。左。あバッテリーバッテリーあるか。左。何これ。あスライドこれは映写機だね。え、女の子いるじゃん。えぇー。 あ、俺やったあー、やったーこの子を救う手段が、ここになんかあるもんな。手段を手に入れてから、あれかこれ押して、下のやつが上に行ったんだ。で、ここ窓ガラス割れてるから、あー、俺やったやったこれもステップ進,進んだら、やっちゃうやつだなー。ひみぎもあるけど、ちょっと一回、下側見てみよう。お、やった入れ替わったんだ、上と上下が。 あー、やっちまった、これ。これちょっと待って、スライド、この。はい。電気がまだ一個足りねえなバッテリーかなちょっと待ってね。あ、まだ、まだ大丈夫だな窓ガラスの割れの進行具合。いやー、もう助けない。助けられない。もう助けられない。もう絶対間に合わない。ごめんよ。まあ、でも一周目はもう絶対無理って書いてあったから。 あ,あ、ん。まあ、それ仕方ないよね、これ。まだ溶けてねえな。これ、じゃ、とりあえず、一個入れてみるか。はい、o、OK、うーんー、あ、これ赤と青になってるから、こっちで合ってそうだな。うーんー、ボタンを押してもダメだよね。これ、どこにあったかな死んだよな三人目かな二回。 ああ死んだ右死んじまったーとりあえずこれを。んなんだこれ。これどこだこれ。なんだこれ。緑色のやつの中に、なんか台を使って、なんか覗き込んでるのかな黒い子が。うん。いや、こんなんじゃヒントなんねえよ。 これ下のやつ入れたからかなええええなんで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 めちゃくちゃ、めちゃくちゃ引っ張られてるけど。えめちゃくちゃ引っ張られてたよなぁ。やばいやばいやばい。俺がさっきからさぁ、 どの子も別にまだ死んでなかったのにさ、この三人ゾンビ、あのー、で、あのカッターみたいなやつ、マールカッターみたいなやつ、そしてあの女の子救ったことによって死んだ子、あ、この子とはあの、あの子別なんだ。全部俺が何かしたことによって死んでるよな。俺が <laughs>、こなければ、彼女たちは生きていたとかある俺なんかここにも、 こっちかな実はレイ、いや、関係ないよなぁ。いや、ダメだ。あー後回ししましょう。4階から上に行けるとこはまだあったもんね。ここは缶抜きのとこか。誰かがどこで死んだんだろうなぁ。これも、えっ、ー、と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 、お、右行ける。え なんか8、8このマーク、なんか、どっかで見たっけな。おお、ある。取れないのか。ここがあるから取れないと。下。んあ、電話これ、どっかに繋がってるってあったよね。電話機を取得する。え電話機をちょっとこうヒントもらおうか。この電話機をどこで使うんだこれ。テーブルの敷物は他の部屋にもなかったか。これ 確かにカーソラ合うんだよな。いや、見たことないと思う。下。何かのテキスト器具を取得する。なんだこれ。ここもヒント。あ、もらえないのか。溜まってないのか。あこれは何か入れんだな。んあこれ、上にあった。なんだろう。あこれなんか、映写機で見たやつに似てる。 この緑のやつ。んなんか足りないなぁ。ここ絶対、これをやったら、ここの下が絶対地下室になって開くね、これ絶対。うーん。なんだこれ。まだ無理だなぁ。てかまだっていうか全然無理だなぁ。意味わかんないもんなぁ、普通に。 えー、ほんとにこのゲーム、難しいなぁ。あ、ここヒント使ってみようか。降りてくるし。えー、塔の外側から侵入することができればアイテムを入、取得できそうだ。塔の外側この外側から侵入するって、意味がわからんなぁ。このヒントもらってみる縄橋号の保護区が脆くなっている箇所がある。ここかな確かにここ、 緑色じゃないもんね。だからどうしたって話なんだよなぁ。ここも揃えたけど特に進まなかったんですよ。ちょ、右側。<laughs> ごめんよ。ほんとに悪いことした。ほんとに俺が、俺のせいで死んだ。まあでもゾンビちゃんはね、俺、俺にはなぜか一切ご執心ではないので、やっぱ若い女子がいいんですな。俺は、俺みたいな人はいらないんだな。うーん、えぇ、ー、積んだ。積んだ。どうしようこれ ちょっと待って、一回これ、これ右がいけるな、あ、ここだかあそ、なにこれテニスボール。何使うんだ初めからこれテニスボール取れたんだろうけど、使う場所なんかなかったぞ。ヒント。<laughs> 屋上倉庫で拾えるスライド写真が鍵となる。ここに覗き込んでいる写真だよね。うん、確かにこういう緑のとこだったな。ええー、だから何 右、左行けるじゃん。お、重い、どうあ、これさっきのところにもあったぞ。えー、じゃあこのなんか、シダーマンが使いそうなハサミは2個ゲットできるってことか。ここになんか変な反転がある。ダメだなぁ。あ、上行けない。なんか下ろさなきゃダメなんだ。積んだぁ。積んだ。 全然わかん、マジで難しいなぁ。クリアす、完全クリアが難しい。あ、俺が持っている電話が鳴ってんのか、これ。意味ねえよ。コキ持ってんの俺じゃん。えー、溶けてねえし、ここもヒント。コンセントを抜いただけでは、この氷が溶けることはない。溶けねえんだ。じゃダメってことか。 どうしよう。ちょ、ちょっとこれ探索しようか。ヒントもらいまくろう。上空からの支援が期待できそうだ。上空からの支援。最終的にはそうやって脱出するってことなのかなぁ。いや、マジで難しい。全然進まない、このゲーム。ここは怪物がいなくなってからもう一度来てみよう。まあ、それはもう終わったのか。このヒントってのはその場所においてのヒントが出るっていう感じなのかなぁ。 ああ、そうだよね。ここどうやったら開くんだろう。あここ閉じて、で、4階からこれ回り込んでくんのか。で、ここで右、これ行ったこと、誰かし、あ、ああこの子が、この子が手で持ってた、この、相方か。うーわ。アンカー。ゼロのアンカーで、真っ二つにされとる。あ、これ。 どこからあったやつここ直してきた。電話のベルオンに敏感な生物が眠っている。え、び、あ、ああーここに来て、電話を置いて、あの子が手を離す前に電話をかけると、眠ってる、眠ってたこの子が起きたりしたのかなええー、でも、電話を置かなくても直接起こせばいいしな。 とりあえずここに来るのは遅すぎたな <laughs>。ま、電話のアイテムの入手方法は分かったか。まあ、完全クリアに向けてね、少しでもヒントというか、そういうものを得れるようにしとかなきゃダメだな。ステップ進めると、このヒントが、ヒントゲージが復活するんですよね。まあ、それを利用、それを手に入れたいんだけど、 多分あそこで伝わってんだよな。今更遅いな。まあ、でもステップの仕組みは分かったな。これバッテリーこっちだったりするかな。ヒント。バッテリーは一つしか存在しない。設置場所の配色にはどうなってるか。これ逆だよね、赤と青。っていうことはやっぱこっちで合ってんのか。こんなんヒントなんねえよ。これ何これこれ何は、分かった はあ、わかった。これね、墓石あったじゃないですか。墓石を使うには、墓石を動かすには、最大限の電力が必要ってヒントが出たんですよ。プレゼントボックス。これもいらないから消すじゃん。そしたら電気を、どこも使ってないので、この上の屋上のほら、電力ゲージがマックスになった。いろんなものを消してきたんですよ。あの、歯車とか、え、映写機とか冷蔵庫とか、そういうのを消すと、溜まっていくんだ。 で、バッテリーとか。なるほど。これで、墓石のところに、墓石の下に、これで多分行けると思うんですよ。よし、ようやく進んだ。見て、右のステップ。391。あー、青色なってんね。よーし、ようやく進んだ。100ステップぶりぐらいに進んだ。行きます。おサビタチェーンカットあ、入れられんじゃないこれ。おー。 救えるかこの子。切ったお,願いお、おみよ。おみよ。お願い。ほう。あ壊れちゃったか。先にはめなきゃいけなかったかな。おみよじゃ、お、おみよおみよおみよ救ったけどな。ここに先にはめんの、ためなきゃいけなかったとかあるかな取れないのこれ。 取れないよなーこれ、どうやって切るんだろう、これ。切れないんだよなうーんー。どうすんだ、マジで、これ。この子が覗くのかななんかちょっとそれっぽく映写機見えたんだよな。あ、来たあー、あっ。なんか指紋、指紋じゃない、あの、目のさ、 目、目で、なんか、開く、ドアっていうの。なんかあるよね、そういうの。目のさ、四角の再覚みたいな。ちょ、この子は、この館の誰かってことかな。もともとだってここ開くように、認識というか登録されてるってことはさ、ここ開いたから何ここ開いたら何なんだろう。 ここヒント出ないな。ヒント出るとこと出ないとこあんだよな。ここ開いたから何ってマジで思うんだけど。ここ開いたから何ほんとに。お、色が違う、ヒント。縄橋子を切断する前に、地上と東島を繋ぐルートを確保しなければならない。地上と東島を繋ぐルートは確保したな。これ切ったら、 ここが垂れ下がって、ここから降りられるっていうことなのかなじゃあ。だとしても、縄ばしごを切るツールがねえな。うん、ここ押したら、ちっちゃうもんな。また積んだ。ああ色ついてる。え、なんでだろう。え、俺何やった色ついてる。これあれでしょう。あの、ランプの色でしょう。 ようやくちょっと進んだ。ね、100ステップぶりぐらいに <laughs>。え、緑、待って、ボールペン、ボールペン。緑、ピンク、黄色。え、なんだろ、うこれ。ステンドグラスかな、この位置。ステンドグラスの位置を、上にしたから、上にした状態でここに来ると、光が映り込んで、ちょっとヒントがもらえんのかな。 えーっと、とりあえず、ここ会おう。いやー、ようやく済んだ。これでもう、これでもう、とりあえずいいでしょ、みたいなとこあるわ。これでちょっともう、一回バッドエンドでいいから見ようよ。と言っても会ってない女の子3人もいるんだけどさそ。バッドエンドにも行けねえんだけど、普通に。バッドエンドそもそもどうやって行くんだって話だからな。ここじゃない。あ、この子まだ、どうに、あまあまあ、死ぬっていうこと以外な、はここ行けない。 この子は殺すことはできそうだけど、殺したくないもんなぁ。まだ生きてるからね。緑。で、ここで下に降りて右に行って、なんで動いてんのちょっとなんで動いてんだ、この子。ピンク。どうだ、これ。ん色変えたよ色変えましたよ これ合ってるよね。色変えたけど、なんかゴ,ゴゴゴゴゴーみたいな感じになるかなと思ったんだけど、そうはならなかったなそう、ここの謎もまだ全然解けてないもんね。えー。こっちに行けばなんか降りてたりしないかな。降りてるそっか、ここに近いからだ。あー。お、待ち棒。よし、オッケー。 なんか降りてる。え、なにこれ。はしごみたいなのがあるけど。テニスボールでさ、が、うまく、うまくやれうまくやれダメか。<laughs> あ、待って待ってこれじゃね届かねえな。なんか短いもんな。くそ、お氷。あ。あー、ダメだよ。これ氷の塊ゲットしたらだってこの子死ぬよね。ここ鍵だな。こっから登ってきたってこと これさ、あの、冷蔵庫じゃないちょっとまだ行かない、俺は。慌てず冷蔵庫のこれを、取れるから、持ってって、一応持ってる状態で、話を進めよう。こっからだ。マッチかな、先。で、氷の塊、あ、危ない危ない。苦しいよね。え、持てないえ、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 使いたいの、俺は。使いたいの。おー ええ、大丈夫かこれ。え、氷の塊。氷ちょっと使えない取得じゃなくてさ<え>。あ、これ。えっと。これさ、テニスボールで。いや、そんなうまくいかないと思うけど。えっと、降りて降りて降りて降り急いで急いで降りて急いで降りてどこに落ちたのえ、どこに落ちた どこに落ちたあれえ、この、いやー、どこに落ちたんだよあ、ここか。あ、じゃあ、違う。えあ、ここから中に入ったら、あー <laughs> くっそ、そうと、あー、そういうことかー。あー、誰か救えなかったなー、これ。うおー、ここかー <laughs> なるほど。ああ、<laughs> 誰も、俺は誰も救えねえ。今、ルフィの気持ちだもん、もう。誰も救えねえつって、仲間もいねえって。<laughs> 悲しい。これ、これどうだ紐。え、これ紐を切っていいかな切れんのか、そもそも。<laughs> 今、ペケ。これで引っ張りながら脅すのかああ一回わあ戻して戻してくれくっそーああなるほどゆっくりだったかくっそーいやーもう、行って行って後悔ですわ。行って行って後悔ですよ。まあ、一周目にそれは解けない理由はわかるよな。ん ハサミまだ使うかねまだ使ってないものいっぱいある。ごめんよ。ごめんよ。氷どうすんのこれ氷。溶けたなぁ。いらないってことかなぁ、これ。うーん、なるほどなぁ。あと一人だけ会ってない子がいる。あ、このハンドル。このハンドル。いや、でもこのハンドルもう遅いんじゃないかこれ。 このハンドルなんか使えるとこ、ここでしょ、多分。もうここしかねえもん。回して。いや、遅い、遅い、遅いせめて、せめて、半身浴みたいな。半身浴じゃな全身浴だなぁ。なんか熱湯だな、だいぶ。熱湯なのか、硫酸なんじゃないの、これ。いや、押せ全部が全部押せ2手似てぐらい押せよ、俺。くそー。 誰も救えねえのかいや、俺は二人救ったね、一番簡単な、死なない可能性がある子を二人を救ったじゃない、俺は。あ、そ、え、これ、あとだってハサミしかないっしょ、もう。ちょっと待って、あのハサミ取れないのこれで取れないのもうこれでしか取れないような気がするよな。えぇ、ー、これを取って、 これを取って、何かが起動、ね、ハサミのやつ使って何かが起動すればさ、もう絶対いけんだけど。ステップス、ヒント、ヒントもなぁ。あ、そうかあ、本当に出てるここだ本当にします誰が聞いてんだ、これ。はい。で、ハサミを使って、で、ここで、 回り込めるから。で、ここ戻って。いや、とりあえずバッドエンドに行けそう。なんとか。なんとかだよ、マジで。バッドエンド行くのも難しすぎるもん。はい。お、誰かいる。遅いぞ、この野郎。ジェ、ブレール。あーごめん、遅いぞ、この野郎って。<laughs> あ、あーええええマジかい遅いぞ、この野郎ってもう一回聞こうとしてええええ。<laughs> 嘘、ギリギリだったの <laughs> 嘘でしょ え、なんか、なんか取れるようになってる。なんで取れんだ、これ。なぜか取れた。いや、なんで、あ、あー、ここの中が、中から来たのか。う <laughs> ちょっと。マジで笑えないわ、ちょっと。そんなこと、そんなことある <laughs> おかしいよ、ちょっとそれ <laughs> もと。もうちょっとじゃん。<laughs> あー。あーなんで三 <laughs> <laughs> 人は救えたいでしょ、絶対。へへへへへ。 この子はえ、右の子だな。ええ何ええあの黒い子かあの網膜センサーの子かあいつが黒膜だったってことすげえ上登っていく。完全なるバッドエンドだけど衝撃のエンディングを迎えた。 上から落としたんだ唯一一人救えた子あいつが何か落としてうわーあいつだ網膜センサーの右のえー、こいつが黒幕だったってこといやもう一回やればもう一回やればもうちょっと救えるはずちょっとやり方分かったもんねもうちょっとやればうん もう一人ぐらいは救えたはずなんですけど。いやー、悔しいなー。悔しいな。もうちょっとだったのになー。さー。まあ、でも、なんかいいエンディング見れたね。タイ、エンドタイプ D。なるほど。あれかな。あの子プラス、一人しか救えないと、こうなるのかもしれませんね。 はい、ということで、ヤバタニエン、えー、一度目の挑戦、やってみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、クリアできただけ、ちょっと良かったと思います。ほとんどの、え、プレイした人の80%は、どのエンディングにも行けずに、基本的に諦めるっていうレビューが、 どこかで書かれてたので、まあスマホゲー、もともとスマホとかでもできるらしいんだけど、俺は、えー、っと、スイッチ版をやらせてもらったんだけど、まあとりあえず、えー、この子がやべえやつだってことがわかりました。ご視聴ありがとうございました。えー、また、ちょっとクリア、今のちょっとノウハウを使って、えー、いいエンディング目指してやっていきたいと思います。次回に続きます。